旅行中のお荷物の管理術。こんにちは、こんばんは、サリノです。今回は旅行中の荷物の管理術についてお話ししていきます。実はこれコメントでいただいたお題でして、言われてみれば確かに旅をし始めた頃って忘れ物も多いし、今も多少はあるんですけど、チェックアウト前のパッキングにも時間がかかっていたし、旅を繰り返す中で自然と上手くなっているかもしれないと思いました。なのでどう管理しているのか改めて思い出して動画にまとめてみます。あくまで私はこういうところ気をつけてるとか、こんな風にしてるっていう話なだけなんですけど、少しでも参考になれば幸いです。このチャンネルは1年の半分以上旅に出るほど旅好きな私がお得に旅する情報やホテルレビュー、旅の Vlog などを上げています。まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、旅行中の荷物の管理術、まず一つ目のポイントはざっくり物の定位置を決めることです。旅暮らしをしているっていうと、割と高頻度で家具の配置とか物の場所が変わるのが耐えられないからすごいねみたいな感じで言ってもらえることがあるんですよ。でもね、決めてるんです、物の場所。例えば私が旅する時はこちら、パッキング動画を見てくれてる方はおなじみ、変わり映えしなくてむしろ申し訳ないんですけど、このねマムートのリュックが便利すぎて、最近旅する時はだいたいこちらのリュックを使っているんです。なのでホテルに着いたらバゲージラックか机の上にこのリュックをドカッと置いて、パカッと開いて荷物をねこの範囲でしか広げないように意識しています。もちろんね、ハンガーにかけたい上着とかシャツはまだ別として、もう滅多なことがない限り衣類を私は風呂敷で包んでパッキングしているんですけど、風呂敷には一度着た衣類を包んで、まだ着ていない綺麗な衣類はこのジップのここの場所に入れるようにしています。でもちろんホテルの室内では風呂敷もねこの辺とかに置いておいて、まあどんどん分けて保管できるようにしていて、風呂敷の中に衣類がほぼほぼ溜まったなって思ったらそのまま包んでコインランドリーに持って行ってっていう形をとっています。でその他メイクポーチももちろんこの辺に入れておくでしょ。でアクセサリーもこの辺に外した瞬間入れるようにするんです。お財布ももうねここって決めておくと、もうねこの上から荷物が出ていくことがなくなるから、あれどこに置いてっちゃったっけとか、指輪外したらなくなっちゃったみたいなことを防げます。なくなっちゃったって思ってもだいたいリュックの中に入ってるからね。唯一リュック以外の場所に行ってしまいそうなのは洗面用具、歯ブラシとか化粧水とか、そういうのはやっぱり鏡がある場所にあった方がいいからリュックの上からいなくなってはしまうんですけど、そういう洗面用具とかもこんな感じでねジップロックに保管しているんですよ。なのでもうねこのジップロックごと持って行ってここに出したら入れるの。この大きさだったらない時に気づくから、これを丸ごと忘れたらもう疲れてたんだよ、しょうがない。こんな感じでマイルールを決めておくと、いざないってなっても、あ、まあジップロックのあの入れ物自体がないんだったら洗面台に置いてきたなとか、だいたい見当がつくし、暮らしの中に物を探す時間っていうのができて、自分の心が圧迫されてしまうみたいなことも防げるかなと思います。ポイント2つ目、管理できないほどの荷物を持ち歩かない。荷物の軽量化は旅人の永遠の課題ですよね。まあそもそも軽量でできれば丈夫な装備で行った方が旅行中の自分への負担っていうのは軽減できると思います。例えばこのマムートのリュックもう何度も出しちゃって申し訳ないけどみたいに収納箇所が分かれているやつが私とはすごく相性が良かったし、私にとっての丸ごと洗えるあの風呂敷みたいな機能的なお気に入りアイテムを揃えていくっていうのが効果的かもって思います。まあでもねこれは補足というか余談なんですけど、お気に入りを見つけるとはいえ個人的にはいざとなったら捨てれるものであることも大事だと思ってるんですよ。実際はねお気に入りだし長く使うんですよ、使うんだけども、例えばさこのジップロックとかってジップロックですしね、いつかはきっと破けるだろうなとは思うんですけど、まあこのロゴのかすれ具合からしてだいぶ使ってるのがバレちゃうけど、こういうのってさ、まあいざとなったらこれを捨てて現地のコンビニとかでもらったビニール袋でも代用できなくはないじゃないですか。まあそういう使い方しちゃってもいいかなぐらいの気持ちで入れる代物だと、なんて言うんだろう、いざという時に対する不安度合いみたいなのが減る気がするんですよね。
まあだから旅の便利アイテムっていうと荷物がたくさん入るとかすごく軽いとか、もちろんそういうところも大事なんですけど、あんまり心の質量を圧迫されないというか、精神的に依存しないで済むぐらいのものっていうのも個人的にはね気に入るポイントが高いなって思います。めっちゃ余談だわ。今回のねテーマは旅行中の荷物の管理術ですからね。ということでポイント3つ目、本当になくして困るものは絶対に手放さない。あのね、改めて話すと、いやそんなに警戒しなくてもってむしろ言われちゃいそうだなって思うんですけど、日本ならまだしも海外でなくしたら本当に困るものってあるじゃないですか。私の場合はパスポートとスマホとクレジットカード、まあお財布かなって思うんですけど、こういうものはね絶対に手放さないんです。もう本当に手放さない例えばゲストハウスに泊まるんだったら、私お財布とかパスポートを自分が寝るシーツの下っていうんですか、枕の下とかに挟むようにして寝てますし、シャワーを浴びる時も防水の袋ジップロックに入れてシャワーブースの中まで持ち込みますし、観光中もリュックに入れるんじゃなくて上着の内ポケットとかに入れて本当に肌身から離さず管理してるんですよ。だからね、肌身離さずっていう意味が本当に肌身離れてないんですよ。外出中にホテルに置いておくとか、ホテルの部屋の金庫の中に入れておくとか、飛行機の預け入れ荷物にしてしまうとか、それらはね肌身離れてんのよねとはいえね、これは正直気にしすぎな方だと思います。でもお友達の旅人の人たちはみんなやってる気がするな。こういうのを改めて言葉にすると気にしすぎというか警戒心強すぎかなとは思うんですけど、多分旅が好きな人って私みたくむちゃくちゃ気にするタイプか、逆になくなってもしょうがないっしょって腹くくってるタイプのどっちかの気がするんですよ。私はね、気にすることでそれが防げて楽しく旅できるなら結果オーライじゃないって思うタイプなので対策しちゃうな。今回の動画は荷物の管理術なのでね、そういうところもやっぱやってることは言った方がいいかなと思って入れたんですけど、私としては本当になくして困るものは肌身離さない、そのためにも本当になくして困るものは肌身から離さずにいられるサイズ感でいようって思ってます。もちろんね、パソコンとかメイク道具とかなくなったらダメージが強すぎるものももちろん持っていきはするんですけど、最悪それらはなくなったとしてもあれで代用しようとかこれで対応しようとか、なんとなく頭の隅で考えておく方が身軽になれるかなと思います。ポイント4つ目、もしもの時の分散管理です。これもね、大事なものに対する考え方なんですけど、荷物は分散管理しておいた方がいいです。紛失や盗難によるリスクを減らせるのでね。例えば私は海外旅行だったら絶対にお財布は2つ以上持っていくし、その上で本当に困った時の日本円をお札何枚か畳んでメイクポーチだったりとか全然別のところに入れています。パスポートに関しても実物はもちろん一つしかないと思うんですけど、身分証明書になるページを印刷しておいたりとか、写メって保管しているっていう方は多いかなと思います。いやでもさ、このパスポートに関するあれこれって印刷否定派と肯定派がいるよね。正直さ、印刷した紙の方もなくしたら個人情報漏洩じゃないですか。だからなんか大事なものが2つに増えるだけっていう考え方もわからなくもないが、どうなんでしょうね。私は現状スマホってロックをかけられるから、写真を撮ってパソコンとスマホの両方にデータとして入れておくっていうのがいいのかなって思っちゃってるけど、皆さんどうですか？ちなみに旅行先でのトラブル発生時のために入っている旅行保険とかパスポートの問い合わせ番号、サポートデスクの番号を控えておくのもおすすめです。はい、ということで若干逸れた時もありましたが、旅行中の荷物の管理術についてお話ししてきました。最後まで見てくださってありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。このチャンネルは1年の半分以上旅する私がお得に旅する情報やホテルレビュー、旅の Vlog などを上げています。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは、聞いてくださいよ。6月9日からちょっと長期でお出かけしようと思ってて、もうねすっごく行きたかった旅先に行ってくるんです。それまでに YouTube の動画もたくさん撮りたいし、やるべきお仕事も終わらせたいしって思って、今すんごいやる気に満ち溢れてるんですけど、早く YouTube でみんなにシェアしたい。すごいよ、トランジットももちろん含めてだけど片道54時間、やばない
どうしよう、乗り継ぎ中に空港から出るなとか言われたら YouTube ライブ配信とかしていいですか？もうめっちゃ楽しみです。